皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは売りこなしです。ということで4月8日木曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終値は29,708円98銭、昨日比マイナス21円81銭、小幅な反落となりました。今日のポイントであります売りこなしについて、5分足チャート、日足チャートを使いながら見ていきましょう。まずは5分足チャート、こちらになります。今朝が終わりましたニューヨーク市場はまちまちの動き、ダウはマイナスの場面がありましたが、結果小幅に反発、ナスダックは続落といっても 0.1% のマイナスと。で、S&P500 につきましては反発となりまして、再びですね、史上最高値を更新となりました。この内容を受けまして日経先物小幅な反落してスタート。日経平均も同様、昨日比マイナス54円91銭の 29,675円88銭と、お安よりスタートいたしました。国内決算発表本格化を前にしてですね、積極的な買いが入りにくい状況の中、売り優勢となりましたが、9時42分に今日の安値ですね、29,516円42銭をつけてから、買い戻しの動きが徐々に広がりまして、前場ですね、前引けはマイナス110円68銭の 29,620 円11銭で終えました。5場は前場高安のレンジの中を推移しながらも、大引きにかけてですね、下げ幅を縮小して一時プラス転換となる場面もありましたが、結果マイナス21円の 29,708 円で着地をいたしました。積極的な買いは控えられながらもですね、かといって大きな売り物が入ることなくですね、いわゆる売り物をこなしながら下支えの感じられる一日となりました。次に日足チャートを見ていきましょう。こちらです。現在ロウソク足は上向き75日線の上に、緩やかな上向き25日線の上に位置しておりまして、価格帯別売買高上に大きな重しとなるものが特にありません。マックディはゴールデンクロス中、そして一目均衡表は三役好転中です。しかしこのように2月高値、3月高値、4月高値、これいつでも切り下がっているんですね。安値は切り上がっていますけれども、高値が切り下がっている、三角持ち合い、三角ペナントのチャートとなりまして、3万円を割り込んで現在短期もみ合いのチャートとなります。上昇が崩れているということになります。次に週足チャートを見ていきましょう。こちらです。現在上向き39周線の上にロウソク足が位置しております。一目均衡表は三役好転中、マックリーはデッドクロス中となります。高安切り上がり、トレンドは上昇と言えるんですけれども、マックリーが現在デッドクロス中のため、引き続き調整のための下押しですね、これが入る可能性が考えられるということになります。次に月足チャート見ていきましょう。上向き24ヶ月線の上にロウソク足が位置しております。一目均衡表は三役好転中、そしてマックディはゴールデンクロス中、方向は上目線継続、トレンドは上昇となります。以上から明日以降の日経平均の上下のメロは日足チャートに戻しまして、上のメロは3月18日につけました高値34,85円まで、下のめどは75日線までと見ております。今日の75日線は 28,802円68銭、切り上がってきてますね、徐々にと見ております。今後の戦略としましては、テクニカル的に見て日足は様子見、週足も様子見、月足は買いとなり、全て揃っておりませんので、引き続きですね、選択肢2つありまして、1つはポジションを少なめにした短期、個別への短期戦略、または2つ目、デイに特化したトレード、こちらをお勧めいたします。特に明日はですね、先ほど決算発表を終えました9983ファーストリテイリング、いわゆるユニクロですね、ユニクロの動き次第で指数が動く可能性がありますので、全体ではなく、やはり個別の動きを見ながらのデイがベターと言えるでしょう。
さて、デイトレード王におきまして、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。今日の注目銘柄、4192スパイダープラス、4193ファブリカコミュニケーション、5563新日本電工、こちら良かったですね。特に4193ファブリカに関しましては、11時23分、ストップ高をつけました。利益確定された皆様、おめでとうございました。明日9日用の注目銘柄は現在7銘柄となっております。夜間 PTS の動きで注目銘柄を入れ替えることもありますが、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目です。6614。こちらも IPO ですね。式のハイテック。ジャスタックの銘柄となります。今日、下にヒゲをつけて陽線が次元。明日、この流れが続くかどうかですね。N 字波動をこれから形成していきそうな、そんな匂いのするチャートとなっております。二つ目。4170。改善プラットフォーム。です。2月につけた高値2060円を本日ブレイク。上にヒゲがあるので気になるところではありますけれども、この流れですね、トレンド、安値切り上げ、高値が切り上げとなっておりますので、この流れが続くようであれば狙ってみたいと。そして3つ目、3031、東証一部、ラクーンホールディングス。4月高値を本日ブレイクしました。2905円今日の高値、終わりには2900円、今日の出来高163万株入っております。さらなる一段高があるかどうかに注目をして、こちら明日見ていきましょう。4つ目、5486日立金属。こちらは日経500採用銘柄、東証一部です。ギャップアップ、下にヒゲのある陰線で終えております。今日の出来高385万株、注文状態いたですね、しっかりとこちらも入っております。飽きない伴いながら大きく上昇した銘柄ということで、もう一段上があるかどうかに注目をして、こちら明日見ていきましょう。5銘柄目。9107、川崎汽船、日経平均採用銘柄となります。特段大きな値動きがあるという銘柄ではありませんけれども、今日、プラス111円 4.14% のプラスということで終えております。出来高は206万株、こちらもですね、飽きないしっかり入りながら上昇しております。直近の3月の高値ですね、2788円を本日ブレイクしております。そして6銘柄目、6619ダブルスコープです。こちら東証一部の銘柄です。月足揉んでいますね。週足も揉んでいる状態。そして日足ですね。これ揉み合いからの安値が切り下げとなっております。直近の安値を本日ブレイクしました。683円。マイナス 8.93%。出来高466万株ほど入っております。さらなる下げがあるかどうか、明日こちら見ていきましょう。7銘柄目。6502東芝です。本日ギャップアップスタート後高値つけましたが、結局陰線で埋点して終えております。マイナスに転換しております。マイナス 0.44%。 今日の出来高2564万株と入っております。明日ですね、上に行くようであれば今度回線力で狙いたいですけれども、上値が重くなってきているのではということで、開けた窓を埋めに動く下げの方が入るのではないかと、両方の目線でこちら見ております。以上7銘柄となります。これらの注目銘柄と合わせまして、皆さんご自身でチェックしている監視銘柄も含めまして、チャートと板を見て判断しながら明日のトレード頑張ってください。また株式投資塾であります価値株について現在塾生を募集しております。トレードがうまくいかなくて悩んでいる方、もっともっとトレード上達したい方ですね、ぜひ一歩前に進んでください。皆様のお申し込みお待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と少しでも参考になったという方は、ぜひ高評価ボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。失礼いたします。